新コーナー、あかりん教えて基本の木。今日の質問は何ですか？ということで、アイシャドウの基本的な塗り方をあかりん教えちゃいます。一番最初に買うアイシャドウはだいたい4色から5色ぐらい入っている、こういった形のパレットタイプがおすすめですね。メイクが上達してきたらアイシャドウの色とか変えるのはいいと思うんですけど、まず一番ナチュラルに自然に使えるアイシャドウはベージュとかブラウン系の色目かなと思います。筆派の人とチップ派の人がいると思うんですけど、筆の方がどっちかっていうとナチュラルに薄く塗れます。はっきり色をのせたい時とかはチップの方がこれぐらいはっきり色がつきます。グラデーションのやり方やっていきたいと思います。まず一番明るいカラーをアイホール全体と涙袋に塗っていきます。ブラウンのカラーを二重幅に塗っていきます。一番濃いカラーを目の際に塗っていきます。グラデーションさえ覚えとけば基本的なメイクは大丈夫です。今更聞けない基本の木、これからもどんどんお答えしていきます。バイバイ。